料理初心者でも魔法のようにうまく作れる悶絶ズボラ飯が予約受付開始。Amazon や楽天のご予約はチャンネル説明欄から。誰みもこうまです。今回はですね、スーパーで売っていた明太子を使用して誰うま流和風明太カルボナーラを作っていきたいと思います。お楽しみに。はい、ということで皆様が大好きな早見もこみちさんの真似をさせていただきました。先ほども説明したんですけれども、今回は明太子を使用して和風明太カルボナーラというものを作っていきたいと思いますよね。明太子を使ったパスタといえば明太クリームパスタとかがあると思うんですけれども、今回はそれをカルボナーラにします。カルボナーラにすることで濃厚でめちゃくちゃ美味しく仕上がりますので、ぜひお試しください。あ、ちなみにですが、私だるま髪の毛切りました。さっぱりしてくださいって言って切ってもらったら、結構前髪を切られておでこがね広くなってしまいましたねそれではやっていきまっちょ。ではまず材料紹介に入ります。今回使用する材料はこちらです。卵、粉チーズ、バター、お水、明太子は1/2腹、1本ですね、麺つゆ、パスタです。まずはですね、こちらの明太子の薄皮を取っていきまっちょね。はい、ということでこんな感じで卵と薄皮に分けることができました。こちらの薄皮はですね、どうすればいいかと言いますと、食べてやればいいんですよね。うん、マッチョ。はい、ということであとは耐熱ボウルに入れて加熱して和えるだけです。めちゃくちゃ簡単ですよね。ということでまずはパスタを半分に折っていきまっちょね。皆様のマッチョパワーで一気に折りましょう。せーの、マッチョパワー折ったパスタをこちらの耐熱ボウル、もしくは耐熱容器にポポイのポイとね入れちゃいまっちょ。そしてこちらにお水ですね。でね、パスタ同士があまりくっつかないようにするためのオリーブオイルです。そしたらですね、こちらをラップをせずに600ワットのレンジでパスタの加熱時間プラス3分、今回は9分茹でのものなので12分茹でていきましょうね。こんにちは。こんにちは、マッチョ。12分間マッチョ。できたみたいなので取り出していきまっちょね。あっつ、あ、シンプルに忘れてました。あつっちょが出なかった。ということでこんな感じでね、いい感じにアルデンテに仕上がってます。そしたらこちらにバターでコクを出します。そしてカルボナーラといえばチーズですね。チーズ、和風に仕上げるためのめんつゆですね。そして明太子、めんちゃんを入れてあげて、最後に卵ですね。卵を加えましたら素早く和えていきまっちょ。卵がね固まってしまうので、卵を入れたらもう素早く混ぜてあげてください。めちゃくちゃ濃厚ですね。レンジで作ったとは思えないほどいい感じに仕上がりますね。そしたら盛り付けていきまっちょね。でね、こちらに余ったソースもたっぷりとかけてあげましょう。最後にですね、お好みでこちらのブラックペッパーをかけるといいですよ。こちらでだれうま流和風明太カルボナーラの完成です。
よいしょ。ということでね、完成いたしました。写真をね、178枚ぐらい撮ってしまったので、もう冷めていると思うんですけれども、早速いただきまちょうか。それではいただきまっちょ。いただきまっちょ。うわ、すごい濃厚、めちゃくちゃ美味しい。うん、やっぱり明太子は明太クリームパスタじゃなくて明太カルボナーラしか勝たん。現代風に言ってみました。うん、このね、明太子のピリッとした辛みとつぶつぶ感、そして卵とバターのまろやかさ、最後にね、めんつゆの香りがスーッと口の中に広がって、とっても美味しいですね。濃厚でね、カルボナーラといえばやはり火加減が大切で、ボソボソになってしまう方たくさんいらっしゃるかと思います。しかしこちらの方法ですと、電子レンジで加熱した後に卵を入れるので、ボソボソにならず、誰でも滑らかに、そして上手に仕上げることができます。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回の和風明太カルボナーラ、本当にうまっちょなので、ぜひお試しくださいね。それではさよなら、マッチョん